レイクウッドはアメリカ合衆国コロラド州のジェファーソン郡で最も人口の多い都市である。人口ではコロラド州で4番目、アメリカ合衆国で172番目の大きさである。2010年国勢調査での人口は142,980人だった。州都デンバーの西にあり、デンバーオーロラブルームフィールド都市圏に入っている。 レイクウッドが1969年に姿勢を敷く。前はジェファーソン軍の保安官が警察業務を行い、実験消防団があり、街頭や側道も少ないような大都市郊外地域に過ぎなかった。古い住人の多くは、市税がないことを好んでいた。レイクウッド市となった時に人口はすでに9万人を超えており、アメリカ合衆国市の中でもある地域が、 市になった時の最大級人口だった。レイクウッドと呼ばれた地域社会の都市と郊外の発展は、1889年に、チャールズウェルチとウィリアム・エイチ・ラブランドが、ジェファーソン郡東部デンバー市の西にある、コルファックス・アベニュー沿い13ブロックの地域を区画割りしたのが始まりだった。コロラド中央鉄道の元社長ラブランドは、コロラド州ゴールデン近くに長年住んだ後に、 新しいレイクウッドの町に陰性した。レイクウッドには巧妙なレイクウッド高校があり、ニューズウィークによって州内第一位にランクされ、ジェファーソン軍では唯一の国際バカロレア資格の取れる学校となっている。またコロラドクリスチャン大学もある。レイクウッドは北緯39度42分23秒整形105度6分10秒。 北緯39.70639 39度整形105.10278度、39.70639-105.10278に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は42.5平方マイル、このうち陸地は41.6平方マイル、水域は0.9平方マイルで、水域率は2.05%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人、種別人口構生年齢別人高校生世帯と、家族収入と、家計レイクウッド市民センター1969年まで、レイクウッドとの呼ばれた地域には、市政府がなく、その代わりに、いくつかの水道供給地区、消防地区、及び、ジェファーソン軍,軍長の姿勢に頼っていた。しかし、 この地域社会にはすでに約80年間の歴史もあった。レイクウッドは市政委員会、シティマネージャー方式をとっている。市民は全選挙区で選ばれる市長1人と市内5選挙区からそれぞれ2人ずつ選ばれる市政委員合計10人を選挙する。市長と市政委員で市政府運営の政策を行使する。2010年現在の市長はボブ・マーフィーである。 レイクウッド市のほぼ全体がコロラド州下院第26選挙区に入っている。2010年時点では共和党のアンディカーが下院議員となっている。レイクウッドは4つの都市と姉妹都市を結んでいる。レイクウッドの経済は多様化している。ただし最大雇用主は政府である。デンバー連邦センターは約6200人を雇用しており、 ジェファーソン軍 R-1 教育学区が3930人を雇用している。医療装置メーカーのカーディアンは1654人を雇用している。レイクウッド市内には伝統的な中心街がなかった。ウェストコルファックスアベニューのハーランから西、キプリングまであたりが最も商業施設の多い地区である。結核患者のためのユダヤ人廃病救済協会や 小さなメッソジスト協会に加えて、1950年代までに、食料品、薬品店、ガソリンスタンド、レストランと、酒場、モーテル、映画館、ローラースケート場とボーリング場、中古車販売店が出現した。いくつかのショッピングセンターができ、その後にさらに大きなショッピングセンターが、JCRS とウェストランドの側にできた。アラメダブールバード。 コルファックス南第20ブロックにあるピライタリアモールは、レイクウッド市街地の南への拡張を反映していた。そこは大規模な小売店の集積になっていた。このモールが衰退を始めると、市政委員会がここを解体して、ベルマーと呼ばれる新しい都市開発で置き換える計画を立てた。ベルマーは、住居、小売店及び文化施設が複合する近代的中心街である。 ベルマー商業地区に加えてコロラドミルズと呼ばれるショッピングセンターがあり、週刊高速道路70号線とコルファックス、アベニューの近くにある。興味ある名所と歴史的地点には次のものがある。ありがとうございます。